咲き終わった朝顔の花で濃い色水を作りましょう。昨日咲き終わった花、その前、もっと前に咲いた乾いた花も使います。これが昨日咲いた花、乾燥した花、冷凍しておいたものです。白い部分は使いませんので切り取ってください。ナイロン袋に直接入れてはいけません。ストッキングネットを使います。ない場合はストッキングタイプの台所ネットを使ってください。この中に花をどんどん押し込みます。全部入れたら横にぎゅっと引っ張ってこれを結びます。2回結ぶとほどけません。これをナイロン袋の中に入れます。水を少し入れます。子供は入れすぎてしまうのでプリンカップに3分の1ほど用意しておきましょう。ナイロン袋の空気を抜いたら口の部分をしっかり縛ります。そして揉んでいきます。机に押し付けてギュッギュッギュッとしっかり揉んでください。揉めば揉むほど濃い色水が出てきます。しっかり揉んだら角を切り取ります。プリンカップの中に汁を出しましょう。こんなに濃い色水が取れました。最後までぎゅっと絞り切ります。もう一滴も出なくなったらこのまま捨てます。折り染めをしてみましょう。こんなに濃い折り染めができました。スポイドに取っておいて色水遊びもできます。いろいろな遊びに使ってみてください。